のりこです。30代です。日本ではウェブデザイナーやウェブディレクションをしていました。バンクーバーに来る前はちょっとお金を貯めたかったのでフリーランスで広告代理店で働いていました。最初に渡航したのは2016年の秋で、その時はワーキングホリデーで1年滞在していました。一度日本に帰国してから2年間貯金をして、2019年の秋に再度バンクーバーに戻ってきました。2019年にバンクーバーに戻ってきた時はビジタービザだったんですけど、2020年の9月に一度日本に帰国して、今はセカンドワーホリという RO ワーホリを使って滞在しています。セカンドワーホリは RO ワーホリというんですけれども、35歳まで申請ができて、2回目のワーキングホリデーでもバンクーバーというかカナダで働くことができて、ただ扱っているエージェントさんが少ないみたいなので確認した方がいいと思います。セカンドワーホリはカナダにまた戻ってくる道をいろいろ探している中で、インターネットでたまたま見つけてリオさんを通して申し込みました。最初のワーホリの時は30歳ギリギリだったんですけど、ずっとワーキングホリデーでどこかに行きたいなと思っていたのでバンクーバーに来ました。なんでバンクーバーにしたかというと、当時働いていた会社の先輩がトロントにワーホリに行っていたので、話を聞いている中でカナダに興味を持ちました。ただ私は東京生まれ育ちでちょっと都会に疲れていたので、バンクーバーの方が自然がいっぱいあるよって言われて、あとはバンクーバーの方が道が5番の目みたいになっていて分かりやすいので、英語があんまり得意じゃなかった私でも迷わないで生活できるかなと思って決めました。語学学校には1度目のワーホリの時も今回も行きました。最初の時はバンクーバーで友達がいないことと、やっぱりその時は英語力にすごく不安があったので、アイラックという学校に2ヶ月行ったんですけど、今回の滞在の時は ILSC という学校に3ヶ月行ったんですけど、今回もやっぱり友達が欲しいなと思ったのと、あとはもう少し英語のレベルを上げてワーキングホリデーでもオフィスで働けるような状態にしたいなと思っていたので、ビジネス英語を専攻しました。ILAC と ILSC の感想なんですけど、 ILAC はクラスみんなで仲良くてすごくワイワイしていて、だいたい同じタイミングでレベルが上がる形なので、レベルが上がってもあまり友達も変わらずに2ヶ月ほぼ同じメンバーとずっと仲良くしているような形でした。 ILAC はアクティビティも多いので、仲良くなった友達と郊外でも遊ぶことが多かったです。アイラックにいた時は国籍も結構バラバラだったんですけど、やっぱり日本人は同じレベルに固まりがちなのか、私のクラスの3分の1ぐらいは日本人で、他は韓国人、中国人、ブラジル人、メキシコ人、トルコ人っていう感じでしたね。先生はカナダのネイティブスピーカーだったので、発音もすごく綺麗ですごく楽しかったです。ILSC の感想は、毎月自分が受けたいクラスを選べるので、割と同じクラスになった人も次の月には全然違うクラスに行ってしまって、友達を作るのはちょっと難しいなと感じました。ただ勉強の面では自分がやりたいことを学べるので、私はビジネスエングリッシュと IELTS のクラスを取ったんですけど、それは身についてすごく良かったなと思います。 ILSC はILTS のコースだとやっぱり日本人とか韓国人とかアジア人が多いんですけど、ビジネス英語のコースはフランス人やトルコ人、あと台湾人の子も結構いましたね。 ILSC はコースがいろいろある分、長期滞在するときには飽きなくていいかなと個人的に思いました。日本からまたバンクーバーに戻ってくる時もエアカナダだったんですけど、エアカナダのチェックインカウンターは全然行列がなくて、私ともう一人ぐらいしかいなかったです。ただそこでもワーキングホリデーの許可証と、あとジョブオファーレターを見せる必要があって、どのような仕事をするかということを軽く聞かれました。そこでいつもは多分荷物を預けて3分ぐらいで終わると思うんですけど、質問されたりがあったので10分ぐらいかかりました。質
問された内容としては、なぜカナダに行くのですかということと、ビザ持ってますか、どんな仕事をするんですかといったことでした。飛行機に乗る前には体温チェックをされました。ジョブオファーレターは今ワーキングホリデーにて入国するときに必要な書類の一つで、もう働くところが決まっている状態で入国しないといけないので、働く会社にいつから働くか、どんなポジションで働くかというところを書いてもらった手紙をもらう必要があります。仕事は日本語で求人情報を載せている掲示板を見て応募しました。応募した時にはバンクーバーにいたので、直接お会いして面接していただいてジョブオファーをいただきました。バンクーバーに入国する前にアライブカンという政府が配っているアプリがあるんですけど、そこでクアランティーンについて記入する必要があって、アプリをダウンロードして一応記入しました。ただバンクーバーに戻ってくる時の機内でも記入フォームがあって、クアランティーンについての説明書きの書類とともに渡されたので、飛行機の中でどこに滞在するか、緊急連絡先の電話番号などを記入しました。バンクーバーで入国審査がもちろんあるんですけど、入国審査のところでもう一度ワーキングホリデービザやジョブオファーレターを見せて、いつから働くかということなどを伝えました。オフィサーからは2週間のクアランティーンについての説明があって、なるべく家から出ないでくださいなどの説明を5分ぐらい受けて、いつもよりは空いていたのですごくスムーズでした。入国審査を終えた後に、私はワーホリなので移民局のオフィスに行って、そこでワーキングホリデービザを正式に発行していただきました。普段だったらそこでワーホリ許可証を見せたら発行してもらえるんですけど、今回はそこでもジョブオファーレターが必要だったので、そちらも見せて、どこでいつから働く予定か、どんな職業かというとこも話しました。バンクーバーに着いてから自己隔離期間場所に行くまでは公共交通機関を使ってもいいんですけど、一応立ち寄りはしないでねと言われたので、電車とあとはウーバーを使って家に着きました。自己隔離場所は、私はバンクーバーで借りていた部屋があるので、そこに2週間滞在していました。ハウスメイトが4人いるので、みんなに食材を買ってきてもらったりして、それを調理してなんとか生活していました。キッチンなどのシェアスペースではマスクを絶対につけないといけないので、マスクをつけて料理をして、食事は自分の部屋でして、洗い物をするときはまたマスクをして、なるべくハウスメイトと話さないように生活していました。さっきちょっとお話ししたアライブカンというアプリに、私はどこで自己隔離期間中生活するかなどを入れていたので、そのメールアドレス宛てに体調は大丈夫ですかといったようなメールがほぼ毎日来たのと、時々政府から電話が来て、きちんと家に滞在しているか、他の人に会っていないかなどを聞かれることがありました。バンクーバーでの自己隔離期間中は本当に人と話せないので、それがすごく辛かったです。部屋でエクササイズをしたり、あと YouTube を見たりして過ごしてました。食事もほぼ同じものしか食べられなかったので、たまにストレスが溜まって Uber Eats で出前を頼んでました。最初に来たワーホリの時はバンクーバーで日系の企業でウェブデザインやマーケティングのお手伝いをさせていただいたり、あとは少しクオリティの高いジャパニーズレストランでパティシエをしたりしていました。バンクーバーのオフィスで働いていた時に感じたことは、個人的な感想ですが、やっぱりバンクーバーの人は割とみんな定時できちんと帰るということと、適度に休憩をとってコーヒーを買いに行ったりして、同僚と雑談を楽しむ時間があることでした。休みの日はヨガに行ったりダンスに行ったりしてます。夏はバンクーバーはすごく気候がいいので、ハイキングに行ったり公園に行ったり、あとビーチもすぐ行けるので、ビーチでゴロゴロしたりしてます。冬はスキー場が何個かあるので、スノボをしに行く時もあります。今は2回目のワーホリでカナダに滞在していて、すごく困ることはあんまりないんですけど、
1回目のワーホリの時のことを思い出すと、どこに行っても英語で困っていたような気がします。特に新ナンバーを取るとか、政府の手続き系のこと、ビザの申請とかは大変でしたね。どこの国もそうだと思うんですけど、渡航前は言語の勉強をした方がいいと思います。私も一応日本で最初にワーホリに来る前に英語のコーチングスクールに2ヶ月通ったので、そのおかげもあってギリ新聞読めるぐらいまでの知識はあったのと、あと人と喋りたいっていう気持ちだけはあったので勢いでやってこれたんですけど、やっぱり文法とかでつまずくことは多いんで英語はやった方がいいと思います。ディオさんは友達の紹介で知って、今回の RO ワーホリと ILSC の学校の登録などをお願いしたんですけど、学校で迷った時も結構親身に相談に乗ってくれたりとか、私がしたいことをベースで考えてくれたのがすごく良かったです。あと RO ワーホリって多分あんまりまだやったことがない人が多いと思うんですけど、そこも一緒に調べてくれたりしたので、英語が不安な中ではすごく安心できました。30代になって思うことは、留学する数ヶ月や1年なんて人生の中で多分大したことないので、とりあえずしてみたらいいんじゃないかなって思うのと、あと私は最初のワーホリの時あんま貯金してなかったので、行きたいところに行くとか食べたいものを食べるとかはできなくてちょっと悔しかったので、貯金をちょっとした方がいいんじゃないかなっていうのと、あと英語は絶対勉強した方がいいと思うので、とりあえず単語帳1冊全部覚えるとか決めてから留学するのがいいと思います。